遠藤航の怪我の情報とか日本に入ってきて、ちょっと怯えてるんですけど、個人的には <laughs> 大丈夫かなと、まあ、最新情報、いかがですか、怪我人のまず冨安選手が結構、インターバルトレーニングとかで走ってたので、うん、まあ間に合わせるつもりでやってるんだなと思いましたね、なので、冨安選手は選抜なんじゃないかなと、個人的には予想してます。で、遠藤選手はやはりその2試合も出たし、うん、まあ無理したら出れるのかもしれないですけども、試合後すぐに病院に行ったとっいうことを聞くと。あそうなんだ はいおそらく難しいかなというけが人の状況ですね、酒井宏樹選手はまあもうだめだっていうことで、ダメだあの一応別メニューやってましたけども、そこはだから右サイドバック誰にするのかって問題も出てくると思いますね。うん、そうなると、4バックじゃなくて、もう3、5バックで行った方がいいのかなって、その怪我人情報を見ると思うんだけど、木崎さんは。 昨日の練習はまだリカバリーだから戦術練習がなかったんで、そこは伺えないところなんですけども、うん、コスタリカ戦の途中に森保さん主導で、えっと、3バックにしたってことを考えると、結構、うん、あの、もう5バック、3バックにすることを厭わないというか、うん、抵抗感が薄れてるので、確かにスタートから5にすると僕も予想してます。うん、コスタリカ戦、選手の中には4で良かったんじゃないかって声があるっていうのは、うん、やっぱ、 そこはちょっと練習してなかったズレっていうか、森保さんはいつでもスリーにできるっていう、その言ってたっていうことですけども、前から。フォーからスリーにするのは簡単だと。一度それがドイツ戦でうまくいった。それによって、コスタリカ戦もその成功体験があったんで、前半途中から監督主導でハーフタイムの前にやりましたけども、選手の中にはそういうあのい違和感というかもあったっていうのは、やっぱり練習してなかった。 ていうことも、これまでの親善試合で、試合中、前半中に3から4とか、4から3とか、そういうことをやってれば、スムーズにできたと思うんですけども、初めてそういう何かベンチから突発的にシステム変更を言うっていうことをやったわけで、それはやっぱりうまくいかなかったのがこれもやっぱり4年間の積み重ねだと思いますね。うんうん、それを踏まえて、木崎さん、まあ、現段階なんで直前でまた変わるとは思いますけども、今、収録時点での日本の予想スタメンは まあ、と先ほど言ったように、富安選手が出ると言ったので、まあ、キーパーは権田選手だとは思いますけども、冨、うん、安、吉田、うん、板倉っていう3バックになるんじゃないかなと。うん、で先ほど言ったように、右の佐賀弘樹選手が出れないんで、うん、長友選手が右に行くんじゃないかなと。うん、で伊藤弘樹選手が左のウィングバック。うん、要するに5バックで、でうん、そういう今の陣容を考えると、うん、まあ前半は0-0で耐えるっていう展開をちょっと予想してるんですけども、うん で、ダブルボランチは、まあ、柴崎選手はやっぱスペインでプレーしてるんで、うん、あの、森保さんは出すんじゃないかなと。お、出す柴崎。僕の予想ですよ。わ、うん、かんないですよ。うん、あの、昨日マルカの、マルカの記者にも聞かれたんですけど、うん、柴崎どうだって言われて、エモックが出るんじゃないかって言ったら、マジかみたいな。彼はレガネスで十0かみたいな感じで言われたんですけど、うん、で、森田、柴崎じゃないかなと読んでるんですが、うん、ま、森田、田中っていう、 ケースもあるでしょうし。うん、まあでも、やっぱそういうスペインにやってる思いっていうのを組むタイプの監督じゃないかなと想像するんですが、うん、なので、久保選手も当然、左の、えー、とシャドウで出て、うん、右のシャドウで伊藤淳也選手。うん、で、ワントップはもう準備万端の前田選手だね。うん、っていうことじゃないかなと予想してます。うん でもその5、4、1でワントップ前田大然にするとかなり引き込むんで、もう1人で孤立したロングカウンターになるんで、まあカウン、攻められるかなっていう不安はあるんだけど。いや、もう0、0でゴールはーそうそう、諦めるとまで言うと失礼ですけども、<laughs> はい、東京五輪の時に90分以上耐えたじゃないですか。うん、延長で負けましたけど、うん、なので0、0でも結構あの突破できる確率あると思うんですね。うん、会場の経過を気にしながら 0, 0で、うん 粘っていく、それぐらいやっぱ力の差がスペインとあるので、うん、割り切った戦い方をするんじゃないかっていうのは僕の想ですけど、ただ選手たちの表情を見ると、うん、例えば田中碧選手はスペインとやれ,やれることをワクワクしてるって言ってたし、長友、うん、選手も絶対もうここから見返してやるんだみたいな感じで話してたし、うん、なので思った以上に選手たちは、まあこれはターンオーバーの一つの利点だと思うんですけども、うん、自分が出てない試合だったらそんなに落ち込まないというか。なるほど。 なので、またドイツ戦のようにやってやるぞっていうふうなムードにはなるんじゃないかなと想像はしてるんですが。なので、やっぱりその選手たちのこういうのを思い出すと、やっぱり引いたままになると苦しいから、持つ時間を増やしたいっていう選手もやっぱりいますんで、そこはどうするんですかね、森保さんが、森保さんの戦術の強みとしては、やっぱり引いてガチガチに守るっていうタイプの監督だと思うんですよ、うんうん、性格的にも。うん でもやっぱ前から行かないとやられるからってことで、前から行くような戦術で行くのか、うん、いろんな選択肢があると思うんですけど、僕はやっぱガチガチで守ってくる方がいいんじゃないかと、なと予想してるんですけども、どうですかね、うん。小沢さんどう予想しますか<う>僕はね、まあ願望もあるんだけど、ドイツ戦の後半みたいなメンタリティでもう追い込まれてるからとにかく勝たなきゃいけないから前半から行けってやった方がいいと思ってる派なんですよ <laughs>。 だからまあ、ブバックにするにしても、まあ、右伊順やウィングバック、左長友みたいな、僕は予想で、するにしてもね、まあ、3バック、ーセンターはそれでいいかなと思うんですけど、まあ、そこである程度メンタリティーとして、 多分、森保監督のこのチームだと、引いて、じゃあコスタリカぐらい粘り強く守れって言って、まあ、ブラジル戦があるんですけど、なかなかそれでなんか守りきれない、プラス攻められないっていうのがあるので、なかなか結構それはそれで危険かなと思ってるので、なんかそういうもう、選手がそうやって長友のね、コメントもそうですけど、みんなもう改めて開き直っていったらでってなってるんだったら、それを後押しするようなシステムサッカーにした方がいいかなと思ってる派です、僕は <laughs>。 僕も予想じゃなくて願望で言うと、うんうん、ドイツ戦の70分あたりから見せた、うん、まあ左、3バックの左ウィングバックは三笘選手、右が伊藤選手みたいな、うん、あの時すごいつなげたと思うんですよ。で、うん、デボランチ鎌田選手と遠藤選手で、うん、あの、日本ってやっぱりポゼッションサッカーが好きな国だっていうのはずっと個人的には思っていて、うんうん、あそこで見せたサッカーってすごいあの強気なテクニックを 生、うん、かしたサッカーだ,とだったと思うんで、あの時間帯でやったサッカーを最初からスペイン戦にぶつけてほしいなっていうのは、まあ結果がどうなろうと、日本の今後のサッカーの未来を考える上で、うん、やっぱりこのサッカーでできるんじゃないかなと思わせるっていうことを含めて、3、うん、バックで超強気な選手起用っていうのは、個人的には見てみたいんですけども、うんうん、ただ森谷さんの性格上そ、性格を予想すると、やっぱ前半はソリッドに0-0でっていうのは、うんまあ コスタリカ戦でも見えたことだったんで、うん、現実的な予想としては、やっぱ5バックじゃないかなっていう感じですね、うんまあ、あとは今のグループの中での立ち位置でも、引き分けでも当然ね、勝ち抜けの可能性があるということを踏まえると、なんかもう無理にすべて投げ打って勝負かける、確かに必要はないかもしれないので、まあ、慎重に入るのかなっていう予想はしてますけれども、そうなってくると、鎌田大地が外れちゃうんですけど、この2戦の、特にコスタリカ戦の鎌田はどう見ました まあ、結構叩かれてるみたいですね、日本では。もう、そこまで悪い印象はなかったんですよ。もともとの期待値の差だと思いますね。僕は、フランクフルートの試合もまあ、見る機会も多くて、うん、でこんなもんかなっていうところはどっかであって、うん、ただやっぱり、ゴールシーンだけニュースで見てると、ものすごい鎌田が今、調子がいい、スーパーな選手っていう印象もあったでしょうから、まあ、そのギャップは一つあると思いますね。あと、うん これは、本田圭佑さんと試合後に話したんですけども、うん、トップ下の選手ではないなと、本田選手の印象では。なるほど。やっぱ、どんさはないな。足りないと。うん、やっぱ、うん、ヨーロッパのトップ下の選手っていうのは、フォワードの近くでプレーして、うん、フォワードを使って自分がいかに点を取るかっていうセカンドストライカーとしての役割がトップ下だと。うん、で自分もそういうふうに他のヨーロッパのセカンドトップを見てやってきたと。でそういうふうな、 ものがあと鎌田選手からはやっぱ感じられなくて、うん、っていう話を聞か言ってたんであ、確かに鎌田選手は今後ヨーロッパで自分が這い上がっていく、ステップアップしていく上でボランチをやりたいって言ってるそうで、ああ、そうなんだ。はい、だからセカンドストライカーとは自分も多分認識してないんだと思うんですよ。うんうん、なので、はまあ、8番タイプですね、いわゆる。うんうん、6番と10番の中間の8番。なので、うん、その引いた相手に対しての8番の選手がトップ下にいるっていうことが、 まあ適材適所だったかっていうところなんじゃないですかね。カウンターサッカーだったら、鎌田選手をトップ下は行きやすいけども、うん、相手が引くと、鎌田選手をセカンドトップっていうのが、まあ、やや、あの、ミスマッチ。なので、遠藤選手を、例えばディフェンスラインに遠藤選手を下げて、うん、吉田麻也選手をベンチに置いて、うん、遠藤選手センターバック、アンカーに森田選手、で、ちょっとやや非あの8番的に鎌田選手で、トップ下に南野選手とかの方が、うん、 まあ結果論ですけど、良かったのかなっていうのが、まあ、鎌田選手の特性を考えると。なので、これもまあ、やっぱりその4年間準備っていう意味で、鎌田選手を試した機会が少なかった、一時始めてましたし、でね、であとは4 4 3 3でやってた時とか、4 2 3 1に9月に戻して、アメリカ戦では起用したものの、あれもショートカウンターの試合でしたから。うんうん ああいう引いた相手に鎌田選手をトップしたっていうのは、オマーン戦、負けたオマーン戦ではあったわけですけども、うん、だオマーン戦の教訓が生かせなかったっていうところでもあったと思いますね。うん、これは本当にだから、何かあの戦術決めないことがいいみたいな風潮も、やっぱり一戦後に生まれたとは思うんですけど、よくよく考えると、戦術決めないってことは、ちゃんとしたそういうテストと、あのテストした結果とトライアンドエラーの積み重ねが蓄積されてなかったんで、うん 結局、5万戦と同じことがワールドカップの舞台で起きちゃったんじゃないかと考えると、るまあ、もったいなかったなとは思いますね。うん。まあ、あと、第3戦は裏のカードが超重要なんですけど、木崎さん、こうドイツはちょっと盛り返して、コスタリカ、勝ちそうですかコスタリカが勝つ気もちょっとしてるんですよ。あ、そうなんだ。コスタリカ2勝で、<laughs> お<ー>日本がスペインに勝ったら、うん、日本とコスタリカ抜けるみたいな。出る これもありえるんじゃないかなと思ってるんですよ。そん,そんな奇跡が起きるもしくは、だから日本が引き分けてしまうと、スペインとコスタリカ。うん、そうだね。で、ドイツは確かにスペイン戦頑張ってましたけど、やっぱ無ラはありますよね、うん、90分の波というか、な、うんとか、あのー、追いつきましたけども、うん、やっぱ圧倒的にスペインの方が良かったと思いますし、うん、まだまだ修正しきれてないってことを考えると。 でもしくはドイツが勝っても1-0でしか勝てずに日本が引き分けたら得失点差で日本が上がるとか、うん、まあその辺のまだまだ日本の突破のチャンスはあると思うんで会場、うん、の結果を気にしつつの試合になりますけども、うん、あのドイツは盤石じゃないっていう気はしてますねおドイツはあのスペインに引き分けて、まあ、後半ちょっとかなり押し戻したし、まあ、フィルクルクも得点したしそんなにこうでも メディアも含めてチームちょっと知り上がり調子上がってきたぞって感じではないんだ。そこまで,ではないですね。まあ、飛行力力を選抜に使った方がいいんじゃないかっていう報道はありましたし、うん、視聴者数もちょっと上がったらしいですけども、うん、まあ、あの放送の時間帯もちょっと良かったんで、うん、だ依然としてその視聴者数は過去のワークアップに比べると少ないし、人権問題の影響っていまだに感じますね。で、あとは、うん 結局、ギュンドアンとゴレツカをどっちかベンチに置くとチームの輪が乱れるっていうのを、<laughs> 問題を同時起用によって解決したわけですが、なるほどまあ多分これは続けるでしょうけども、うん、でもやっぱギュンドアン交代するときちょっと不満そうでしたし、うん、まあその辺のチームマネジメントも含めて問題が多いから、うん、コスタリカの抜けっていうのもまだまだあり得る気がしてますね。うん、で、まあドイツ、うん のにちょっと悲観的に見すぎかもしれないですけども、普通に言ったらドイツが勝つでしょうけど、やっぱりコスタリカのこの不気味な守備力っていうのは、侮れない気がしますね。ザネも戻ってきて右に入って非常に良かったんですけど。そうですね。ザネが帰ってきて、やっぱ流れがスペインとしては守りづらかったんでしょうけども、ザネが決められるって場面もね、あって、キーパーをさらに抜こうとしましたよね。あの辺の辺もその ああいうファンタジスタタイプの弱点でもあるとは思うんですけども、うん、だ決してザネが来たから全て解決するっていうわけじゃない気がしてますね。それは前回の2018年、うん、スウェーデン戦に2戦目でフリーキックで勝って、うん、よし、これで3戦目韓国だから余裕で勝ってるだろうと、うん、そかそか韓と、確かに。うん、2>, 2対0で負けたんで、その再現は十分あると見てます。なるほど。じゃあまあそう考えると、うん、まあ高い以上あまり結構 気にしすぎず日本はとにかく、まあ、前半は0 0で,で、とにかく先に失点しない、うーんでなおかつ、まあね、高い上下での結果次第ではもう後半、まあ、スクランブルで勝ちに行くっていう、まあ、そのモレス監督はこの2戦見せてきたような采配、ストーリーが、まあ、鉄板でこの3戦目、スペインでもってことですか。 だと思います、ねうん、だって、スペイン強いじゃないですか、小澤さん、どっちが勝つとテレビで言ってるんですか、僕はもちろん、スペインが勝つ可能性は50%以上必ずあると思うんですけど、でも今、ちょっとスペイン、満身があると思ってるんですよ。要するに、<ー>多分色気がちょっと出てきて、まあ、勝ち点し取ればもちろん出れるんですけど、負けてもドイツがそんなに大差じゃなくて勝ってば大丈夫なわけですよ。お 2位でいけるんですね。そうすると、むしろ2位でいきたいっていう,こう指揮者が出てきてるんですよ、メディアが。ああ、ブラジル戦でそうそうブ、ベスト8でブラジルと避けたいしで、やっぱりアルゼンチンももしかしたらブラジルと同じ山に来るかもしれないので、まあ、ベスト8以降考えたら。 2に抜けの方がいいんじゃないかっていう論は、まあ、大会前からありましたけど、まあ、ブラジル側に連勝してグループステージ突破決めたんで、1、堅そうだなってなったときには、その話になるし、まあ、でも、ルイセレニ監督は絶対そんなんも、ね、ことは言わないでしょうし、当然、勝ちに行く、プラス、多分メンバー変えてくるんですよ、その方が嫌だと思ってあ<ー>あの、ブスケツはイエローもらっちゃったんで休ませる。 で、疲弊している選手もいるので、やっぱフレッシュに変えてくるんですけど、変えてきたときの方がスペイン嫌だなというのは。<laughs> なるほど。うん。若手が、まあ、だいぶちょっと途中交代で経験も積んでるんで、まあ、例えばジョルディア・オリバに代わってバルデみたいなところで、ギュンギュン来られるのが、方が嫌だかなっていうのがあるので、まあ、ちょっとそこは、まあ、ただ、入りからスペインはドイツ戦とかコスタリカ戦みたいに、もう開始15分、20分で試合決めて、得点、 取ってみたいなことはないと思うんで、慎重には入るかなと思うんですけど、まあだからちょっと試合の入り、両チームともに慎重に入りすぎるとどうなるのかなっていうのはちょっと気になってます。なるほど。だから2位狙いで、ま、わざと負けるっていうのがあり得るかもしれない、ね。わざと負けることはないんですけど、そのドイツが、まあ、1-0とか2-0でずしか勝ってない。うん、で、終盤で後半に日本に先制された時に、無理に点に取りに行ったりとか、 無理にいって大敗するようなことはしないかな。もうまあ、なるほどうん、もうその結果をもう取りに行って、2位を取りに行って、2位抜け。で、それプラス、実はこうグループ F が先にやるじゃないですか、この日って、次の日。あ<ー>だから、1位で抜けたら、2位で抜けたら、じゃあモロッコなのか、ね、こうクロアチアなのか、ベルギーなのかっていうのが分かってるので、そこもちょっと関係してくるかなと思ってます。 じゃあ、日本対ポーランドみたいな、前回のそう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 。スペインが負けてるのにボール持ってるみたいな、あるとうですねそうそう。全然ありえると思いますよ、後半の展開でいうと。まあ、日本だとね、大ブーイングですけど、スペインはそれは全然 OK なんで <laughs>、<laughs> <laughs> やりかねないかなと思ってますけどなるほど。うん、まあ、それも踏まえて、ね、楽しみにしたいですけれども。 基本的にあれですか今メディアは冒頭の練習で言うと15分20分だけで全然中身は見れないって感じですかあの、リカバリーの日は全部見れるんですけど昨日は見れたんだっけはい、昨日は見れたんですが、まあトレーニングパートナーが来れなかったんですよね。うん、<の>うん。あ、そこそこ。U20 だかなんだかの日本代表の。うん、コロナ成してますでて、コロナで。で、本当はそういう人たちが来てれば、うん、紅白戦とかやったんでしょうね。やっぱりその控え組の インテンジティを保っててないっていう悩みがすごいありますね。うん、その例えば、ドイツ戦から試合、中3日で、昨日試合、あのととい試合で、うん、要するにそのなかなかハードな練習をできてない選手がいるんですよ。うん、2> 第2試合目で、あの上田選手とか山根選手とかの動きが重く見えた、要するに緊張しているように見えたのは、もしかしたら、うん、ハードな練習をできてない可能性があって。うん だそのためにトレーニングパートナーっていう構想だったんですが、うん、だそれが意外に響いてるんじゃないかっていう声は、報道陣にもやっぱありますね。うん、ロシアの時は、それでうまくいったので、うん、トレーニングパートナーで。ううん、あと、まあ、あ昨日の練習会場でねマルカの記者に取材されたみたいなことを言ってましたけども、相当今、外国のメディアも日本代表のトレーニング、てますかスペインのメディアが急に増えましたね、うん、その昨日から。うん ただ、と言っても、10人ぐらいですかね、スペインの記者が。うん、そんなめちゃくちゃ多いわけじゃないんですけども、うん、やっぱ久保選手がいるので、それを目当てでしょうし、うん、あとはスペイン語喋れる選手、誰かいるかって聞かれたんですけども、うん、まあ僕は詳しく知らないが、柴崎選手とかどうなんですかねとか言っておきましたけども。喋、うん、れるよ、柴崎。<あ>でも、れますスペインメディアで田中碧が英語で答えてるインタビュー、昨日聞いた。 あ,あ,ありましたね、その広報の人が、うん、多分ガイドして、英語で答えられる人を、うん、そのスペイン広報人あ、スペインの記者人が広報に聞いて、それで広報がアテンドしてましたね。 なので、やっぱもう、今の若手って結構、英語しゃべれるんですよ。昔、ね、だったら、英語をしゃべることは自慢になりましたけど、うん、今はみんなしゃべれて、うんあ、当たり前になってきてますね。うん、だからもう、海外に行くのが全然夢じゃないから、現実的な目標だから、事前に三笘もそうだけど、準備してるんだね、うん、そこは偉い。そうですね、勉強してるし、さら、うん、に行ってからもちゃんと勉強するというか、うん、俺はしゃべんなくても一流になれるぜみたいなのは、うん、もうそういう選手はほぼいないんじゃないですかね。うん 最後に、僕はまあ、ね、5バックだったらないとは思ってるんですけど、まあ、4バックだったら三笘先発させたいかなと思ってる派なんですけども、三笘の使い方は木崎さん、どう考えますかそうですね、まあ、もったいない、確かにもったいないっていう意見はあって、うんで、スーパーサブの3試合って僕は予想してたんですけど、確かにもうそうなってますよね。うん、ただ2試合目でそこまで機能しなかったので、うん、先発も十分。 あり得るでしょうねそうなると久保選手が右で左が三笘選手ってことなんでしょうけども、うん、また伊藤選手への信頼がものすごく感じるので、ああそうなんだ伊藤純也、はい、の。はい、だそこはあのーまあ、カードの使い方次第なんでしょうけども、うん、だ最初言った僕の願望の超強きプランでいってほしいと思うのはやっぱ三笘選手、先発のほうがいいと思いますけども、今の。 こ,のここに来てプランを急に崩すってことはないんじゃないですかね。わ、ねうん、んかりました、えー。ということで、今回はコスタリカの、えー、レビューと、えー、次のスペイン戦に向けたプレビューということで、現地から木崎さんに情報を届けていただきました。木崎さんあありりががととううごござざいいいいまままましししたまたたはお願いします